はい。よろしくお願いします。画面を共有します。はい。はい。えっ、ー、と、それではですね。はい。えっ、ー、と、今日はですね、えー、新シリーズというか、まあ、僕の解雇、えー、技術みたいなのをちょっとですね、えー、始めたいなと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、今回はですね、えー、直線や、まあ、円。 を高速に描く、えー、ブレゼンハムのアルゴリズムというところをちょっとですね、紹介していきたいなと考えております。はい。いはい。えー、それでは始めてまいります、えー。まずは簡単に自己紹介から、大沢文隆と申します、えー。かれこれ20年以上、技術ライターをしています。エンジニアでもあり、ま、設計からプログラム開発、インフラ構築まで幅広くいろいろとやっております。 えー、主な著書です、えー。入門書から専門書まで幅広く執筆しています。もしかすると1冊ぐらいは書店で見かけた人がいるかもしれません。まあ、いつもならですね、ここでこんな本を出しましたというちょっと新刊のご案内があるんですけども、今回はちょっと、えー、たまたまありません。えー、と年末に向けてですね、えー何、何冊か準備しておりますので、こうご期待という形になります。多分9月頃に次回作は何かご案内できるんじゃないかなと思っております。 えー、とはいえですね、えー、全く案内がないわけではなくてですね、お手伝いしている本が出たりします。えー、8月末にですね、プラトーの本がえ a d o k a w から出ます。えー、プラトーというのはですね、えー、国交省が提供しているオープンソースの 3D 都市モデルというか 3D の地図なんですけれども、これ今、えー、国交省のサイトにチュートリアルのドキュメントがまとまっているんですけれども、えー、これを書籍した化したものが、えー、今度本になります。はい この原稿はちょっと僕が担当して、実際にウェブの公開されているのも僕が書いてたりするんですけども、なんとなんか編集さんによると700ページ超えの分厚い書籍になってるらしいので、こうご期待ということです、はい。資料性が高くですね、まあ紙になりますので、かなり読みやすくなってるんじゃないかなと思います。はい。えー、さてさて、今回から始まったというか勝手に僕が始めた解雇趣味のお話なんですけど、 え今、古い PC というか、まあ、レトロ PC が流行っているわけですけども、えー、単純に懐かしいよねというところじゃなくだけじゃなくてですね、えー、当時の技術を伝えた方がいいんじゃないかという思いがあります。えー、まあそろそろ若い人に伝えておかないとですね、まあ、こういった技術が忘れられ,忘れ,されてしまうというところが正直思っています。はいまああのー、僕らもこうな,んなんかこう伝えてますけど、なかなかこう、ね、新しいものばっかり。 がってか主になるので、なかなかこういうのを作る機会がないというところですね。あのレトロ PC はです、ねまあ、当然、えー、メモリのメモリがまあ少なくてです、ね、まあ、CPU の能力も低かった。はい、でそのためです、ね、まあ、それを補うための工作化技法が当時、まあ、たくさん生まれたわけです。で今では、まあ、コンピューターの性能が上がったので、そうしたテクニックを駆使,する駆使しなくてもまあいいんですけれども、まあ、この当時のアイデアが 役立つ場面があるんじゃないかと僕は考えています。で具体的にはどういうことかっていうとですね、こんな場面ですね。あの一つは機械学習です。機械学習、まあ、特にディープラーニングはですね、あの大量のメモリーとコンピューティングリソースを消費します。でとても大量なので、まあ、少しの効率化だけでも全体として大きく性能を向上する可能性があると思います。あの最近ディープラーニングというか、LMM の方でですね、あの4ビットの量子化 で高速化とか、照、ま、明、あ、無理化みたいなのを狙ってるっていうのが、まあ、最近話題になっているかと思うんですけどこれはまさにレトロ PC 時代の考え方ですよね。でこうしたあのレトロ時代の話を、まあ、最新の機械学習とか、まあ、そういうのに適用すると、新しい分野、新しい発想が生まれるんじゃないかと思っています。えー、そしてですね、もう少し実用的なところで言うと、やっぱり組み込みとか IoT とかの分野ですね。 これらの分野では、まあ、デトロ PC よりは、まあ、性能は当然高いですけれども、パソコンなどに比べて当然、扱えるリソースの制約が高いです。で、まあ、高速に動作させなければならないという場面も多いですし、それからメモリも当然少ないという場面が多いです。で、そうした時の場面でですね、デトロ PC の技術が役に立つんじゃないかと考えています。 OSC はですね、他のセミナーと違ってあの、若い学生さんたちの割合が高いと思っておりまして、まあ、これは良い機会だと思ってですね、まあ、こうしたレトロ時代のお話をお伝えしてですね、皆さんのアイデアの見とりになるといいな、みたいなことを考えたわけです。はいえー、シリーズ第1回というか、まあ、このシリーズ続くのかわからないですけども、少なくとも2回、3回ぐらいはやりたいなと思ってますけど、はいえー、とりあえず今回扱うのは、ブレゼンカムのアルゴリズムです。 これ何かっていうと、まあ人の名前、この方の名前ですね。はい。ジャック・エルトン・ブレゼン・ハム氏。この先生ですね。この先生が考えたアルゴリズムです。どのようなものかというと、直線を描くためのアルゴリズムです。このアルゴリズムはですね、まあよく使われていて、いろんな考え方のもとになっているものです。これをベースに円を描くアルゴリズムも考案されています。ちょっと最後の方に触れます。で、若い人だと、 昔の時代のコンピューターを知らない若い人だと、線を引くって何言ってるんだみたいなことを思うかもしれません。あの、今でこそですね、まあ、プログラミング言語によって違いますけれども、まあ、例えば、こんな、えー、ラインみたいな関数。まあ、当然言語によって違いますけど、まあ、そういうのがあって、まあ、始点の座標と終点の座標を与えれば、線って普通書けますよねっていうことですよね。はい。何言ってるかわかんないですよね。その線を引くアルゴリズムってなんだみたいな話ですけども。 で、まあ、現代のプログラミング言語などで、まあ、こうしたメールで線が描けるのは、その言語の、と,とか、ライブラリとかが、まあ、こうしたメールで線を描く機能が、というか、処理が内蔵されているからですね。今言い換えると、こうしたライン関数とか、こういうのが内部では実は、まあ、ブレゼンハブのアルゴリズムを使って線を描いてたりします。はい。普段は当然。 僕らは線引くんだったらそんなこと考えないで、ライン関数みたいなのを呼べばいいんだけど、その裏ではそういうアルゴリズムが動いてたりするっていうわけですね。で、そもそもコンピューターで図形がどのように扱われているかというところからもお話ししなくちゃいけないんですけど、<laughs> あの、コンピューターはあのディスプレイバー、VRAM、ビデオラムっていうまあメモリで構成されています。最近なんか、機械学習の文脈で VRAM が足りないからね、あの乗らない、あのー、 大きなモデルが乗らないみたいな話がありますけど、まあ、本来 VDAM は、まあ、そういうんじゃなくてあの、画面に表示するためのメモリですね。VDAM は簡単に言うとまあ配列でして、まあ、こんな感じの縦横のマス目の構造をしていますとで。ここに数値を書き込むと、その濃さで色がついて表示される。というのは基本的なコンピュータグラフィックの仕組みです。まあ、カラーであれば、これが、えー、RGB3 色。 の、まあ、レイヤーに分かれていて、それぞれ、えー、色の濃さを設定できるのでフルカラーが出るみたいな感じですね。はい、で、ここではですね、視、まあ、点3の2から終点20の10の座標に向けて直線を描いたときの図を示しました。はいまあ、直線を描くときは、まあ、左上から右下でも、まあ、右下から左上でも、まあ、順序はどちらでもいいんですけども、まあ、順にこういったピクセルに点を打っていくということで線を描きます。 で、ブレゼンハムのアルゴリズムはですね、まあ、このようなですね、まあ、ここで丸数字で打っているような、丸一丸二丸三みたいな、こう今打ってますけど、結局、ま、ループしながらですね、こういうところですねえ、こういうところを、ま、点線を一つずつ打ちながら、当然グラフィックって書かなくちゃいけないわけです。円だったら、ま、当然こうぐるーっと書くみたいなことになるわけですけど、これをどういう順序で座標を計算して打っていけばいいのか。はい。この、まあ、ま、あ 1>, 1を例えば打つ。まあこれしてながらもう1は確定だと思うんですけど、この次にどこに打つのが正しいか。ここに至るまで。まあこれをまあ計算する。まあこれ右に行くのがいいのか、それと右下に行くのがいいのかとかって。それをまあ計算するやり方。これがブレゼンハムの基本的なアルゴリズムです。 で、えっ、ー、と、ちょっとまあ、ブレゼンハムのアリズムはどれだけ効率が良いのかっていうところを順を追って説明するんですけども、まずは普通に線を描いていきたいと思います。はい。まあ、実際、まあ、やっていくわけですけど、今の時代ですね、レトロな V ダムの構造を表現する方法みたいなのが限られています。先ほどの、こう、おした、ここですね。これを直接、まあ、昔は実際にこうメモリが割り当てられてて、 ここに例えば値の255を書くと、実際に画面にこう赤いのがぽっと出たりとかって、すごく分かりやすかったんですけど、今はあの OS とかでそんな書き込みすると怒られちゃうかっていうか、例外が発生してしまうので、まあ、そんなことできないわけですね。で、えー、どうやってやろうかとも思ったんですけども、まあ、今回ですね、えー、Python のナンパイを使ってですね、まあ、配列として VLAM を表現するというようなことにしました。で、Python にはですね、グラフを描く、えー マットプロットリブというライブラリーがあります。これですね。はい。この、えー、パイプロットというのを使うと、えー、この配列の内容をそのまま画像に表示できます。はい。ここではですね、えーラムに見立てたバッファ、これバッファ変数。これを 300×300 300。まあ横にだから300、縦に300の、まあ V ラムがあると考えています。で、これを、まあ最初ゼロに、えー、初期化しているので、まあ真っ黒。 で、ここに、例えば、中心点150の150だけ白ポチッとやりたいっていう場合は、ここの150の150のところに、例えば、値255を設定すると。で、それで、まあ、ショーメソッドを使うと、まあ、実際に表示されるみたいな。まあ、まず、ここで点を1個打とうみたいなことですね。はい。で、これを実際に、まあ、えー、ジュピタノートでやると、こんなことができますということですね。はい。えー、ちょっと実際、ジュピタノートありますので、見てみましょうかね。はい。まあ、ここに、 これがそのプログラムですね。ちょっと小さいですか大丈夫ですかねちょっと若干小さい気がしますね。はい。<laughs> まあこんな感じで、えー、下にこう表示される。これ、全、普通に見ると全然わかんないと思うんですけど、ここの真ん中に実は白いポッチがちょっとついてます。これ 150×150 150。これ当然 200×200 200とかにすると、うん、あおっと、えー、っと、こっちってやると、あ ちょっと、間違えちゃった。ここですね。えー、2おいここに出るはずなんですね。おんごめんなさい。ちょっと中出ない。あ、失礼。ここれで出る。出ない。まあいいや。ちょっとごめんなさい。いいことにしましょう。で、えっ、ー、と、点を打つことができるという形ですね。はい。 あ大丈夫ですね。今で出ましたごめんなさいここにちょっと出てます。大丈夫です。はい。で、さてさて。まあ、この位置に点を打,打てることが分かったので、まあ、これ実際ここに線を引いていこうみたいな話をしていきます。<laughs> はい。えー、だいたいまあ、図形を描画するときはですね、まあ、直線に限らず方程式を使います。まあ、そもそもまあ、図形の描画っていうのは、式に、数式による、まあ、軌跡ですので、まあ、そういうのを使います。 で、直線の方程式は、まあ、中学、今、中学か、高校か、わかんないですけど、まあ、数学で習うはずですけど、まあ、こんな感じの式ですね。支、えー、と、視点の分だけプラスして、まあ、あと、差分なんでオフセット取って、点 X、えー、座標 X1Y1 と点 X2Y2 を通る直線の方程式は、まあ、こんなになると。で、ここ X 抜けてないか、大丈夫か。えっ、ー、と、で、 視点の移動分と、えー、終点の移動分があって傾きがあると。こんな感じの式ですよね。はい、これはまあ、数学の教科書かなんかに載ってる普通の式です。で、これをまあ Y イコールの形に変形してこういう式を得ると、はい。ちなみにちょっとチタッと書いてますけど、これ X と、えー、X2 と X1 が同じときは0で割ることになる。ここが0になっちゃうので、まあそ、この式 NG なので、その場合は、場合分けが必要で、まあ、その場合は単純にループで線を引くような形になりますけど、ちょっとその場合分けを今回割愛します。 で、これをで、この式が得られたら、まあ、y イコール、なんとかかんとか x となんとかみたいになってますので、x の座標を、まあ、x1 から x2 まで、こう、ループ処理すれば、この、で、その y の場所にプロットすれば書けるわけですね。これが基本ですよね。はい。まあ、具体的にこうですよね。まあ、始点と終点を設定して、x1 から x2 まで。これ、これは先ほどの式ですね。 この先ほどの式で Y 座標を求めてそこに値を設定していくみたいな感じですね。で、実際にやってみると、えー、こんな感じになるっていことですね。はい。ちょっと見てみましょうかね。はい。こんな感じの式があって、これ実行すると、まあ、ここに直線が書かれる。これは、まあ今直線として出てますけど、このプログラムが頑張って一個一個点を打っていった結果ということですね。 で、これですけども、当然、ループなので、ループですので、効率良くないです。あの、Jupyter ノートブックですと、ここの上にこのタイム1を、まあこれ、書くと、処理がかかる時間を計測できるんですけども、実際こんな感じになりますと。で、まあ正直、 この計算値は早いのか遅いのかっていうと、まあ十分正直早いとは思います。はい。でも、これをまあ、ブレゼンハムのアルゴリズムにしていくと、もっと早くなりますので、それを見ていこうということですね。はい。あの、実際ですね。えっ、ー、と、ういしょ。これですね。今やったやつ。これは、ちょっとこれ、この、これだけを、えっ、ー、と、計測しちゃうと、えー、全体の初期化とかの、 この辺の時間も含まれちゃうので、一旦これ、初期化の部分と、あと表示の部分を分けています、ここで。それで、ここの数式の部分だけ時間がやるとどうするかみたいなところですね。まあ、ちょっとここ、初期化して、それからこ、この部分ですね、数式を使った場合のこれ、今のやつですね。これ実際に実行すると、まあ、ちょっと時間が計測して、まあ、このぐらいの時間がかかるみたいなのが分かるというんですね。まあ、結果は、表示すると、ここに今線が出てくるわけですけど。 まこのぐらいのたい時間でいけるという感じですね。はい、じゃあ、これがどのぐらい速くなるかみたいな話をしていきます。これ今、速度が遅いって言ってますけど、まあ、十分正直早いとは思います。はい。というわけで、順を追ってみていきます。はいえー、高速化ですけれども、根本的な考え方としてですね、えー、整数計算と不動小数の計算では、まあ、整数計算の方がえ早くて、メモリがあって、 少なくて済むという常識があります。あのまあ、このあたりは CPU の構造とか数値の表現方法に関わる話なので、まあ、今回は深く語りませんけど、まあ、とりあえず大線としてこのような違いがあります。はい、で、高速化とか小メモリ化を図る場合はですね、まあ、できるだけ整数で済むようにするというのがポイントになります。あの現在の CPU は、 本当に、とってもとってもとってもって言いたいぐらい、えー、不動小数点の計算が早くなりました。なので、あの、ブレゼンハムのアルゴリズムが考案された当時ほど、数字計算と不動小数の計算のかかる時間の差っていうのは大きくないです。が、それこそブレゼンハムのアルゴリズムがこう、考案された当時はですね、10倍とか50倍とか下手すと100倍ぐらいの速度差があった。そんな時代です。はい。で、あのー、まあ、ちょっとここにちらっと。 もう今回、解雇趣味の話なのでねあの、書いちゃいますけど、CPU 当時はですね、当時っていうか、そこまで古くない時代です、あでももう20年ぐらい以上前かな、まあ、CPU は CPU で本当に整数の計算しかできなくて、その横に不動小数の,、まあ、の FPU っていうユニット、結構高かったんですよ、これをつけると、あの不動小数点がすごく高速になったみたいな時代がありました。 今でいうと、このグラフ、グ,あグラボをつけると高速になるみたいな、それと同じような感じですよね、はい。あの、不動小数演算だけを専門にやる CPU が、あの、機能があったりしてっていう、まあ、それから予想できるように、本当に整数は早いけど、不動小数は、あの、とても遅いみたいな時代がありました。で、そういう時代のアルゴリズムです。このブレゼンハンドっていうのは。はい。で、まあ、始めていきますけど、まず、高速化の 基本です。これは基本なんですけど、都度計算しないっていうところですね。これ、まあ先ほど見せた、えー、お見せしたプログラム、これ、都度、ループの中で、まあ y2-y1 から x2-x1 っていうのを計算してますけど、ここって、ループの中、ループの中で変わらない値ですよね。で、そういう場合は、こういう風にして、事前に外に出しておいて、まあ、それを足していくだけにする。 っていうようにします。はい、これも、高速化の上等手段です。まあ、今はっきり言って、あのー、まあ、ちょっとこれ、じゃどれだけ早くなるのかってのちょっとお見せしましょう。今、<laughs> こちらですね。まあ、す、こちら、このまま、このふ,ふうに書いてあります。で、この、まあ、いわゆるこのか、ここって傾きですよね。傾きを、ちょっともう少し 傾きを事前に計算しておいて、あとは足し算だけでやっていくみたいなやり方にします。そうすると、まあ実際ですね、僕も出ちゃってますけど、半分ぐらいするになります。で、なんでこんなのが効いてくるかっていうと、まず、一つは、まあこれを当然事前に計算してあるっていうのは一つですけど、もう一個は、掛け算がなくなってる。ただの足し算になってるっていうのがポイントですね。えー、スライドには書いてないですけど、 えーまあ、さ最近の CPU は掛け算早いかもしれないですけど、基本的には掛け算よりも足し算の方が早いです。そういったことから、まあ、できるだけ掛け算をしないっていうのも、まあ、ポイントになってきます。当然、これ、まあ上も下も結果は同じですけども、たかだかこれを出すだけで、まあ、ちょっと早くみたいなことになります。あのこれ今、僕はブレデンハムのアルゴリズムとして、まあ、話してますけど、これはシステム構築の <laughs> 同じで、例えば、あの、 データベースから、こうで、たくさんのレコードを持ってきて、それをなんか処理するみたいなパターンって結構あると思うんですよ。で、それが1万件とか10万件とかってやると、結構な速度に、遅度が遅くなります。で、それの中って、もしかして、あの、ループの中で計算しなくてもいいものってあったりするんですよね。で、そういうのを外に出すと、とっても速くなる。ということがあります。ので、ちょっとこの辺はですね、まあ、ちょっと、まあ、今回ブレゼンハムのお話ですけど、あの、 システム開発にも役立つみたいなところですね。ちょっと、えー、ポイントとして押さえておいてほしいな、みたいな気がします。はい。はい。えー、次ですね。ごめんなさい。で、えー、この、次です。先ほど、えー、申したようにですね、浮動小数は遅いです。なので、できるだけ浮動小数の部分、計算をやめたいです。はい、この、まあ、ループ、今、ここ、ここまで、まあ、最適化しましたけど、ここで、 えー、x の値は1ずつ増えていくだけなので、まあ、整数などで高速です。今、えー、この部分ですね。えー、y あこの、ここは割り算してますんで、ここ不動小数ですね、はい。で、y はそれに値足してますんで、ここも不動小数です。とこの部分何とかしたい,という感じですね。じゃあどうしようかっていうところですけれども。はい。えー、その前段階で,ですね。まず、小数部分だけ別の変数にします。 ここですね。でまあ、ここ D はいとして、ここ、波数を保持する変数を一旦導入します。で、この波数にこの差分をまあ足していくわけですよ。傾きを足しておくわけですで、傾きが0.5を超えたら、まあ、1でもいいんですけど、まあ、Y 座標を増やすというような形にすると。で、これまあ、そうすると、まあ、あのいわゆる Y 座標を増やしたんだから、桁上がりだよねってことで、この差の方から1減らしてあ そういうふうに、ちょうどあの、小数の部分で分けて、小数以下はこの e の方で、整数部分は y の、変数 y の方で管理しようみたいなことにするわけですよ。そうすると、ここで y は1ずつ増えているので、小数ではなく,なくて、整数になりましたよね。で、今までは、ま、ここ y が、え、不動小数だったので、ここって、ここ int で int 型してましたけど、これがいらなくなりますよね。なので、普通に y って書けるみたいな形になります。 で、じゃあこの e の部分どうしようか、みたいな話なんですね。はい。で、この e の部分をどうするかということで、はい。えー、ここですね。なんでこれ小数になってるのかっていうと、ここ、分母が x2-x1 で割ってるからどうしても小数出てきちゃうわけですよね。それから、ここ0.5と比較してるので、こっちも変数が出てきますよね。だったら、この差を比較する部分を全部、 まあ2倍の x2-x1 倍すると、ここなくなるので、え整、ー、数になりますよね。っていうところですね。はい。これが、はい、ブルゼンハムのアルゴリムです。はい。で、こんな感じでですね、まあ、比較の部分を、まあ、d が整数化されたりとか、で、えー、e も、えー、ここ、0.5の波数がなくなって、なくなると。で、先ほど申したように、 あの、こう、比較するやつは、こう、先に計算してた方が良かったりするので、ここはちょっと変数出したりしてるという感じですね。はい。で、これが、まあ実際、もう全部整数化されたブルゼンハードのアルゴリズムです。まあこれももう少し、まあさらに最適化したりとか、まあいろいろありますけど、まあ基本はこれですね。はい。で、じゃあこれ本当に速くなったのって言うと、実はですね、実際計測したんですけど、そんなに速いっていうわけではなさそうみたいなところが常識があります。ちょっと見てみましょうね。 ええと、まずですね。こちら。まあ、これ今、ただ傾きを出した場合は、ここの、このぐらいの速度なんですけど。えー、小数部分を別変数に出した場合。こちらですね。あの、先ほどの E の0.5と比較するケース。こちらはですね、このぐらいの速度になってます。はい。まあ、正直、ここ、ここ、ここからここって、まあ、そんなにかかってないにまあ、多少速くなっているとは思います。じゃあ、これを整数化する。 ちょっと早くなったのかっていうと、そんな速くなってないですよ、ね、実は。むしろ遅くなってみたいな感じなんですね。で、なんでかっていうと、結局これ、えっ、ー、と、Python で書いてあるっていうところは結構大きくて、あの、Python ですと、そんなに、あの、不動小数、まあ、まあ、Python ですとっていうのもあるし、最近の CPU でストっていうのも両方あると思うんですけど、あの、そこまで小数の計算の、えー、なんだ、 えー、で、えー、処理が、処理速度が落ちるみたいなことは、そこまでないっていう感じですね。はい。なので、今の時代、ここまでやるべきかどうかっていうのは、ちょっと実測して、えー、確かめた方がいいかなというのは、正直、ちょっと今回思ったところです。はい。僕もこれ、これ倍ぐらい違うかなと思ったけど、違わなかったですね。最近、本当に不動省数早いなと思いました。はい。というわけで。 えー、高速化、効率化の、まあ、こう基本的な考え方というところになりますけれども、まあ、今回、まあえー、ブルゼンハムのアルゴリズムをこうやって見てきたわけですけれども、まあ、このアルゴリズムからですね、高速化、効率化の基本的な考え方というのを学べるというところですね。どういうことかというと、1、はいえー、つ目はループ内で計算をしないというところですね。あ今回のまあ直線の描画の例ではですね、まあ、傾きであるまあ x に マイナス X1 分の、まあ、Y2、マイナス Y1 を、まあ、事前に計算しておいて、それをループ内で足していくだけにしているということですね。で、あの、先ほども申したようにですね、ループの繰り返し回数が多いほど、まあ、小さな速度差っていうのが蓄積してきますので、それが大きな速度差になります。まず、ま、先ほども言いましたけど、あの、まあ、機械学習とかもそうですし、それから先ほど言ったデータベースとかのレコードの数とかもそうですし、 あの、本当に10万件、100万件のレコードを扱うのであれば、そのル,ループのちょっとした速度が、えー、大きな差につながるというところですね。はい。それからもう一つはですね、まあ、事前に人間が整理整頓することで整数化を試みるという形ですね。まあ、今回のように、まあ、波数の部分だけを別の変数に取り出して処理していくとか、それから式全体を掛け算することで波数をなくしていくこととか、まあ、そういったところで、まあ、高速化を図るというところです。 ただ、もう先ほど、まあ実測してわかるようにですね、近年のプログラム言語、まあ CPU では、まあ必ずしも整数化が早いとは限らないです。まあですからですね、まあ高速化するときは実測して検索、えー、検討するっていうのも大事じゃないかなと思います。で、こちらどちらもですね、あの、グラフィックを処理する場面ではとても大事になってきます。あの、うんとた、例えばですね、あの、 レジスターのレシートとかあると思うんですけど、あれってまあビットマップとか印刷できるわけですけど、あのー、そこって、例えばビットマップの、うん、カラーの変換処理とかって一個一個や,やってるんですけど、それを、不動小数でやるとすげえ、すごく遅くて、お客さんがちょっと、ま、待ちすぎるとか、いろいろちょっとそういう案件とかあったんですけど、あのー、本当にですね、あのー、グラフィックって点の数がすごい多いですから、縦かける横が。 だから、ちょっとの差が本当に大きな速度差につながるっていうところはですね、えー、知っておいた方がいいんじゃないかなと思ったりします。はい。えー、さてさて、ブルデハムのアルゴリズムの考え方ですけれども、まあ、円を描くときにも、えーまあ、考えられてたりします、まあ直線に比べてですね、まあ、少しややこしいんですけども、ちょっとその辺の考え方を若干軽く見ていきたいと思います。はい、でこれ、えー、円を描くにはどうするかっていうことですけれども、 まあ円を描くにはですね、まあ、円の軌跡を示す方程式を使うような形になりますと。まあ、円の方程式にはですね、まあ、三角関数、まあ、サインとコサインで単位円使って示す方法というのもあるんですけども、えー、三角関数を使った段階でですね、もう不動小数から逃げられなくなりますので、まあ、それはちょっと嫌なので、こちらの、えー、普通に x の乗、えー、プラス y の次乗イコール半径 r の次乗みたいな、こっちの式を使います。 まあ今回、プログラムは Python で書いているので、まあ、式の表記はちょっと Python に合わせてあります。アスタリクスク2つを加算とは引き合これですね。これは、えー、類乗だから、x、x-a の事情を示します。みたいな感じですね。はい、これは、点 a, a.、b を中心とする半径 r、a、の公式です、はい。で、これを、まあ、例えば、x 座標を0から、あ0からじゃないか。a, a. から、えー、と半径が a だから、 えー、A マ R から A プラス R までこう動かすわけですよね。その,その座標で Y 座標を求めて、まあ、さっきの直線みたいにプロトしていけばいいというわけですね。普通に純粋にやるとこんな感じになりますよね。はい、えっ、ー、と、Y が次長、えー、なので、平方根取るとプラスの値とマイナスの値ができてきますので、これ2種類あるという形になると思います。で、実際にこれを、まあ、こんな感じで円の方程式っていう形で書けますよね。 ここではですね、まあさ、今お、申したように、こう半径が中心 AB だとすると、えー、まあ、A マイナス R から A プラス R まで X をぐーっと動かしていって、Y の座標。これオレンジの方がこう上の方かな。で、丸がこっちの下の方ですね。これを、まあ、えー、ぐーっと書いていくと。そうすると円が描ける。みたいな形になりますね。で、実際に、えっ、ー、と、やってみたのがあります。ここですね。 ええと、まず一旦、ちょっとこれは、バッファークリアして、おいて、円を描くっていうやつがここにあります。はい、これですね。これ基本的に、今、スライドにお持ちでしたのと同じですけども、これでやると。そうすると、よいしょ。今、ちょっと頑張ってますけど、んこどうしようか、動だ。 あ、今ごめんなさい。実行中です。失礼です。これ実行して、まあ、このぐらいの時間がかかるというわけですね。で、えー、ちょっと結果見ますと、ここでちゃんと円が書かれているはずです。こういう円が書かれていますね。はい。こういう感じで円が書けるというわけです。これは、ま、普通に数式で書いた普通のパターンですよね。で、よく考えると、この円ですけど、まあ、上下左右対称なので、実際ループ半分でいいんですよね。はい。まあ、先ほどのプログラムだと、まあ、A を、まあ、 A A、ここ,こからここまでやってましたけど、実際はここの半分だけですね。これを、まあ、判定した場所に描画しても良いというわですで、このようにまあ円を4分割した形で4つの円を描画すると、まあ、実際これやるとですね、えーまあ、あの先ほどのプログラムの半分ぐらいの時間で済みます。 四分の一だけ、このパターンですね。このパターンですと。今実行してますけど。はい。まあ、百七十二、え何セカンドだったのは、九十三点七。八何セカンドぐらいに、まあ、下がるってわけですね。はい。まあ、それは当たり前で、ループの回数、まあ、減らした方が当然いいわけですよ。 はい、で実はですね、まあ、これ、反映もいらなくて、は実は8分の1だけ見い,いんですよね。円,円はまあ対象、点対象ですから。なので、まあ、8分の1だけ計算して、残りは対象に、みたいなことを書くっていうのもいいわけですね。はい、で、まあ、これまではちょっとですね、あのー、それぞれのを計算してましたけど、このプログラムでは、あのー、それだと対象の点取るの難しいので、まあ、原点を計算して、そこからずらした方が分かりやすいので、まあ、原点。 0の円をまあ計算して、それを A と B の位置に移動するみたいな書き方で書いています。つまり、この式は、原点を中心とした半径 R の円の Y 座標を求めておいて、それを、ここの部分ですね、この部分を求めておいて、それをここの原点から点対象のところに打つようなもののプログラムにしています。それを実際、 え、半径じゃない、あ、えっ、ー、と、中心、中心 A カンマ B なので、それだけ、まあ、描画するときに移動するみたいなやり方でやっておりますと。で、こうすると、まあ、もっと早く。まあ、当たり前ですけど、ね。はい。こんな感じで、まあ、半分ぐらいになるのかな半分ぐらいになるすることします。ということです。はい。で、よいしょ。 高速化を考えていくということですね。はい。で、ここからか高速化を考えていくというところなんですけど、まあ、明らかにここですね。ここの部分何とかしたいみたいな感じになっていくかと思います。はい。で、ここをどうするかっていう話ですけども、ここですね。はい。えー、いくつかの考え方あるんですけど、まあ、今点1を打ったときに、まあ、次の点は2もしくは3のどちらかだと。で、2と3でどちらが、まあ、より円に近いかので、まあ、どちらに打つかを判断すると。 で、えー、円に近いかどうかは距離の差で求めるというような形になります。はい。今こちらですね。まあ、これ1と2の、まあ、えー、原点を中心とした半径円との距離はこの式なので、2の場合は、こっち X が1個増えてるので、この式になるだろうと。で、3の場合は、まあ、X も, y も増えてるので、こっちになるだろうと。で、これの、えー、小さい方を選んでいくという形になります。というところで、えー、さっきまでやってたんですけど、 えー、これ実際ですね、えー、これやってみました。で、ちょっと式の展開がうまくいかなくてですね、申し訳ないんですけど、これ、えー、バグって、えー、ちょっと今、この段階でできませんでした。えー、なので、ちょっとこれ次回に送りたいと思います。はい。で、ただ、とはいってもですね、えー、じゃあ、ブルゼンハブのアルゴリズムってどうなってるのみたいな話になると思うんですけど、円を書く場合ですね。はい。えー、っとですね、これ実際ですね、これ、あの、この式を微分とかしていくと、まあ、 えっと、導けるんですけど、ちょっとそれ、来週、次回やりますけど、あのー、計算式としてはこんな感じになります。えっ、ー、と、差分を、まあ出しといって、これが、まあこの分だけ、まあ足されていくみたいな形になるんですけどで、そうすると、まあうまく調整されて出ていくみたいな形になりますね。ちょっとこれでやってみると、えっ、ー、と、ちょっとやってみますね。ちょっと今回式号、 うまくここに導けなかったのっ大変申し訳ないんですけど、よいしょ。これか。これ実行すると、時間取って、取ってない、ごめんなさい。時間を計測を取ってないです。すみません。えー、あ、失礼。ほら、これじゃなくて、時間の計測を取っておくと、よいしょ。 実際ですね、結構早くなっているなぁと思います。あ、ごめんなさい。国民としてれ時間をそうです,す,ませんいますこれ実際にやるとですね、よいしょ。はい、かなり早くなってるはずです。このくらいの時間で、先ほどのプログラムがこんなもんなんで、半分ぐらいの時間になってますね。はい。 これちょっと次回、えー、と説明していきますけれども、まあ、そんな感じで、えー、高速化されるという感じになっております。というところですね。はい。ちょっと今回申し訳ないですけど、一旦ここで、えー、何ですか、えー。次回の、もし越し、になってみました。すいません。はい。で、えー、と、一旦ここでまとめという形になりますけど、で、えー、今まあ高速の花、の話をし,、えー、し、知らなくてもいいけれども、 ま、機械学習ビッグデータの処理では知っておいた方が良いアイデアが出るというケースが多いということですね。で、古いアルゴリズムは、ま、貧弱なリソースで実装しているものが多いので、こうしたものはとっても参考になるんじゃないかというところがあります。で、今、まあ、直線と円のアルゴリズム、まあ、ちょっと円は途中になってしまいましたけれども、本ご紹介し,しましたけど、あのー、直線、じゃあ僕は直線書かないからいいよとか、 ま、円書かないからいいよっていうわけじゃなくて、このアルゴリズムって意外とまあ他にも使えるんですね。で、それを説明しますと、あの、まあ、円の方はとりあえず例えばオブジェクトを円状に並べたいとか、あとはちょっと応用して、例えば敵キャラを放物線上に動かしたいとかそういうのはあると思うんですけど、そうじゃなくてですね、直線の方はですね、例えば、あの、結局直線何やってるかっていうと、えっ、ー、と、 なえー、と勾配直線の勾配ありますね。勾配をどんどん求めているわけなんですよね。で、何分の何の形で、結局倍率として伸ばしているので、これって実はあの、拡大とか間引きとか、そういうアルゴリズムにも使えたりするんですよね。あのー、ですので、普通なんか、当倍するには掛け算して、あのー、やっていくっていう形もあるんですけど、まあ、そうすると掛け算がちょっと若干遅くなったりするので、えー そうしたですね。まあ、足し算だけで拡大ができるみたいな。そういうアルゴリズムにも応用できるみたいなところがあったりします。はい。ちょっとその辺もちょっと、えー、次回できれば、えー、紹介していきたいなと思っております。はい。で、えー、参考書なんですけど、はい、こちらですね。まあ、マグロヒルの、えー、まあ、コンピュータグラフィックスとか、まあ、実践コンピュータグラフィックスみたいな本が今実際ここに手元にあったのでご紹介させていただきますけど、えっ、ー、とですね、今、 アマゾンで、というかと、インターネットで探しましたけど、正直今本当に残念なことにですね、コンピュータグラフィックのこういう基礎的な本ってすごく少ないです。はい。なので、ちょっと図書館で見ていただくとかですね、あの、そういった形で、ちょっとぜひ、まあ、もしくは、ま、古い母親さんとかでもいいんですけど、ちょっとですね、ぜひぜひですね、あの、もしこういう本が、特に教科書タイプのやつですね、があるのであれば、あの、入手して読んでおくと、 絶対に便利じゃなないいかなと思います、はい、あのこちらのコンピュータグラフィック、まあ、どちらの方もですね、まあ、線を引くとかのアルゴリズムもそうですけどあの、色を塗るとか、面がどちら向いてるか判定するとか、本当にあの基本的な基礎的なアルゴリズムがかなり載ってるので、ぜひぜひ何か、というかアイデアとして、えー、使えるところも多いので、ぜひあの興味がある方はやっていただければと思います。 まあ以上で、ちょっと、えー、今回のお話は終わりです。えー、次、えー、最後にモフカブルについて若干お話しさせてください。えー、モフカブルは、小笠原重隆と大阪三隆を中心とした創作集団で、えー、いろんな同人活動をしています、えー。同人活動といえば、はい、コミケですね。えー、我々は日曜日、えー、2日目の日曜日ですね、えー、東 Y33B。 にいます。えー、写真集を反布しているので、技術書のところではなくてですね、旅行のあたりにま旅行とかメーカミリとか、こういうあたりにいますので、えー、もし、えー、コミケ、クリオっていう方はですね、寄っていただけると嬉しいです。まあ、写真集を反発してますけど、技術ともあります、えー。最近の新刊のラインナップはこんな感じになっております。最新刊の あさって機会学習こちらですね。今、流行りのチャット g p t とかですね、ステーブルディフュージョンの仕組みから使い方までをざっくり、えー、解説する本となっております。はい。えー、さて、いかがでしたでしょうか。えー、僕、そして、まあ、僕が所属する創作団体、<laughs> モフカブールは、駆け出しエンジニアの水んを応援します。 ということですけども、まあ、かけがしエンジニアの皆様というとおりですね。まあ、学生の方々を、まあ、今回応援していきたいなと思っております。あの、どんなことが知りたいとかですね、何がわからないとか教えてください。まあ、今後のセミナーとか書籍などで扱っていきたいと思います。はい。えー、ちなみに次回は、まあ、今回お話しできなかった円の部分をお話しする。プラス、できればですね、えー、色を、えー、変換する、変換するか、えー なんだ色を落とす。ディザ法とかですね。誤差拡散法みたいなのがあるんですけど。あの、例えばフルカラーのやつをモノクロで印刷するにはどうすればいいのみたいな。そういう話もですね、えー、入れられればいいな、とか考えております。はい。え僕、ー、からのお話は以上です。はい。ご清聴ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。えーっと、 私もあの、なんだっけな、リソースの少ない時にコンピューターやってきた人なんで、こ今日のような話はものすごく、えー、っと、体に染みついてる感じになってきました、ね。そうですよね。ね結局、掛け算が遅いとかね。そうですね小す。小数点、小数の演算するたびにわざわざ桁上げして整数化け算。そう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 とかね。そう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 ,そう。最近やんなくなりましたねああ、はい、でそこで、まあ、うん。 まあ、ちょっと行き過ぎると、老人会みたいになってくるか、うん、そ,うそ,うそ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 う。まあ、じゃあ、のー、コメントの方でも n 8八ベーシック86の3分の <laughs> 1, っ1だったというふうに書い,て書いてらっしゃいますけど。うんうん、だけど、まあ、こういうのって工夫なんですよね。そうそうそう、そうなんですよ。そう。だから、ね。あの、ちょっとした工夫が早く、早くなる言動力ですので、ねうん。そう。 だから、本当にレトロドとかなんですけど、こういうちょっとした工夫をね、あのー、今でもすると、か今でも本当にアイディアとしてすごく役立つと思ってて、うん、それはちょっと伝えていかなきゃいけないなと正直思ってますね。そうですね。本当にちょっとした工夫で、あの劇的に早くなったりしますからね。うん、そう。そう。えーまあ まあ最初の方でおっしゃったように、今、CPU のそういうい性能がもう思いっきり上がっちゃって、そんなこと考えなくてもなってきてはいるんですけど、ただ、特にあのまあ今、AI が流行りだしてきて、計算量、CPU の性能もそうだけど、計算量の方も格段に上がりだすと、こういうことができるかできないかで、だいぶやっぱり話が変わってきたりするので。 あのそうですね、うん、結局今あの、機械学習とかディープラミニングって、結局、多くの数のパラメータ調整じゃないですか、それを考えると、うん、ほんのちょっとでも早くすると、劇的に速くなる可能性があると思ってて、ぜひあの、そういう例えば、まあ、機械学習とか興味ある学生さんは、あもしかしてこの古典的なアルゴリズム使えるんじゃないとかって思ってくると、正直嬉しかったりしますね。私もそう思います まあ、あの特に私なんかは組み込み屋さんですから、あのうん、やっぱりこういう制約,制約のある CPU っていうのを、やっぱりどうしても多用したりするので、そうするとやっぱりあのいかにして早くするかっていうのうこういう,こう,いうあの古典的な技から一つ一つ流用していってであの、無駄な時間をかけないようにするっていうのは、ある意味上等手段になってきたりするので。 将来あのプロ、そっちの方のプログラムを書く若い学生さんにも、やっぱりあのテクニックは理解していただきたいなと、私もそうですね。であとは、まあ、とにかくちょっと今回、残念だ、まあ、調べて残念だなと思ったのは、うん、今、そういう古典的なものを学ぶ書籍がすごく少ない。ああ、おしですね、うん、なので、ちょっとね、なんかあの、ちゃんとそういうのをやった方が正直いいなとは思いました。はい そうですね学生の時にあに、情報系の学生さんだと、まあ、アルゴリズムとデータ構造みたいなやりますけれども、うん、それでも、まあまあ、ちょっとあの、まあ、古典というよりは、まあ、もうちょっとパワーのある演算のアルゴリズムだったりするので、こういうの、ね、あの整数化とかそういう工夫じゃちょっとないんですよね。そそ、うん、そうそうそう,そうなんですよ、ね 特にまあ、コンピュータグラフィックはそういうのを結構幅広く使うんで、うん、まあ、グラフィックは一通り勉強するとかなりいいかなとは思いましたね。そうですね。今すごいですかね。もうユニティでなん,なんかオブジェクトを置くだけで描画されちゃいますからね。そうですね。ねまあ、衝突とかも自分でしなくていいしね。<laughs> うん。もう、まあ、そういうのそういったところを、まあ、この中のライブラリがやってくれてるんでしょうけど。そう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 。 見なくて済むっていうのがやっぱり、ある意味いいところなんだけど、ある,とあのある意味ちょっとあの、何だろう、工夫なんかな、なんかみんなパワーに任しちゃって、なんか、何、うん、て言ったかな、えー、そ<う>工夫、なんか本当にちょっとした工夫で早くなるのに。 そこへの応用が利かないっていうのか、うん。そう。だから、アイディア集としてですね、ぜひ、あの、レトロ PC 開講そうです、ね。アルゴリズムみたいなね、皆さん、やってくれるといいしな、うん、みたいな、ね。あの、これから、まあ、少なくとも2回は、なんか、はい、次のネタがあるということなんで、はい。まあ、ちょっともう少しこの辺、<あ>皆さん、ね、<laughs> まあ、ああ正直、興味があるかどうか分かんないところありますけどね。まあ,あ,あ、ただ、老人会が寄ってくるだけかもしれないですけど。<laughs> でもまあ老人会データはまあ盛り上がるのもありますし、あのそれがまああのまりまめぐって若い人のあの知識の向上に繋がってくれればあのホストは私なんかもありがたいかなと思います。ぜひぜひ若い人に聞いてくれると嬉しいなと思っております。わかりました。じゃ時間になりましたのでどうもありがとうございます。終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。